どうもゆっくり霊夢です。オラオラオラー、最近の中村徹を見ると、自分が歳を取ったことに気づく。うちのチャンネルの視聴者さんたちが見ていたビーバップの頃に比べて、現在は白髪混じりで弁護士の役などやっていて、あの徹も歳を取ったと思えば、悲しいかな、自分自身もすっかり歳を取ったことに気づくんだよね。そんな、ビーバップの頃に比べると歳を感じ、そういえばヒロシはどこ行ったあるあるは置いといて、今回は工藤会を創設した二人のレジェンドヤクザ、草野孝明と工藤源氏について解説をするよう。おっと、今回はあの超武闘派組織、工藤会の創設者についての解説なんだな。そうなんだ、この二人は工藤会を姉さんを含め三人で創設してから、その後の繁栄まで一緒に培ってきたが、ある事件をきっかけに親子の関係は崩れていくんだよね。これはどういう事件だったのか、さらに楽しみだぜ。みんな、最後までバックレンなよ。ゆっくりしていってねー。現在の工藤会とは、福岡県警からの2024年県内の暴力団構成員数の発表を見ると、これまで最大勢力だった。特定危険指定暴力団の工藤会は240人となり、前年に比べると80人減。同人会の280人を下回った格好で、工藤会が他団体を下回るのは、県警が統計を取り始めた。1992年以降初めての減少だと言われているんだよね。やはり、前世紀と比べて野村悟総裁の逮捕などあって、規模は縮小しているんだな。組織犯罪対策課によると、工藤会のピークは2008年頃の1210人だということで、マリサの言う通り、野村悟総裁の逮捕、その後の一審で極刑の判決が出るなど、工藤会壊滅に向けた対策の強化で、構成員の周辺にいる準構成員などが大きく減ったと言われ、県警の離脱支援に応じた。構成員17人のうち、7人が組長だったそうなんだよね。そうか、やはりトップの逮捕や判決内容によって、他の構成員の士気にも影響するんだな。そうだね、しかしこの野村悟総裁と、ナンバー2である田上文雄会長の控訴審判決が、福岡高裁で始まると動きがあり、野村悟総裁については、一審である福岡地裁の極刑判決を破棄した上で、4件の事件のうち、1998年の元漁協組合長事件では無罪とし、無期懲役に減刑された形となったんだよね。そうそう、この控訴審判決については話題になり、ニュースなどでも大きく報じられていたよな。そんな工藤会の創設から、二人のレジェンド組長についても解説をしていくねー。あの超武闘派の工藤会が、どのようにして結成されたのか楽しみだぜ。終戦後に、北九州の極道会を代表していた吉田磯吉親分は、九州の大親分、と言われ、近代ヤクザの祖とも知られていたんだけど、工藤会を創設した工藤源氏は、吉田親分の直系にあたる舎弟として名を売り、各地の賭場で交友関係を広げ、その後工藤会の前身となる、工藤組、を結成したんだよね。工藤会の前身の工藤組を結成したということは、この時に草野孝明と出会ったのかな。そうだね、工藤組を結成するときに世話になった他の組の親分から草野孝明を紹介してもらい、工藤源氏の男気に共感をして親子の杯を交わすと、姉さんを含めた3人で4畳半のアパートを事務所にして、工藤組を立ち上げたと言われ、この当時は公営ギャンブルが活況していたので、その流れに乗って勢力を拡大させたと言われているんだよね。公営ギャンブルということは、飲み屋で大儲けでもしたのかな。飲み屋ではなく、当時は公営ギャンブルがすごく盛り上がってきた頃で、そのために利用客が増えて、トラブルも頻発しており、警備の手が回らないこともあって、極道組織に警備を担わせることもあったそうで、新興組織であった工藤組は、そんな小倉競輪場の警備を率先していたそうなんだよね。なるほど、公営ギャンブルでのしのぎは、小倉競輪場の警備だったのか。その後は小倉競輪場での警備を一手に任されるようになり、それとともに工藤組の配下に若い衆も増え、工藤組は勢力を拡大させると、競輪場の警備以外でも小倉の町の治安維持にも貢献していたそうで、小倉の町に工藤組あり、とまで言わしめていたんだよね。着実に工藤組は勢力を拡大させ、全国区になるのもそろそろという感じだな。そうだね、工藤組の名は売れ始め、福間競馬場では山口県の豪大一家と共に、アジア系難民と、
乱闘事件を起こした武闘派な一面と、1950年頃になる徳佐野孝明を若頭に据えて、後に稲川会総裁となる。稲川成城が神奈川県で開いていた賭場に顔を出すなど、他組織との外交も深めていたんだよね。稲川会とは交流があったようだけど、山口組とはどうだったのかな。この時代の山口組というと全国進出を展開しており、三代目山口組の若頭であった地道幸雄が率先して、北九州市にも攻め込んでおり、地元の暴力団組織を次々と参加に収め、その進行の構想時に、山口組参加の梶原組の組員が、草野孝明若頭の実弟を刃物で刺す事件が発生したんだよね。そうか、これは山口組とは仲良くできなさそうだな。その後草野孝明若頭の実弟が亡くなってしまい、これにより梶原組とは手打ちをせず対立が続き、その他北九州市でのプロレスの興行や、興行事務所の場所などをめぐってトラブルにも発展。これにより両組ともヒートアップしてくると、三代目山口組参加の姿に組の組員が、工藤組の幹部を銃撃する事件が起こるなど、抗争は泥沼化していったんだよね。工藤組としては、草野孝明の実弟や幹部がやられているので、報復を考えていそうだな。そうだね、一連の事件に対しての報復として、工藤組組員らが三代目山口組系組員二人を拉致して、河原で暴行を加えると北九州小倉の紫川に投げ込み、組員二人の命を奪い、この事件を紫川事件、と称され、事件の首謀者として草野孝明若頭が逮捕されてしまい、懲役10年の判決を受けることになると、この紫川事件が後の工藤組に大きな影響を及ぼしていくんだよね。確かに、これまで右腕だった草野孝明若頭の逮捕は大打撃だな。実は、紫川事件にて逮捕された草野孝明若頭は、判決前の拘置所にて工藤組からの脱退と、参加に結成していた、自身の草野組の解散を表明したんだけど、これは本家の工藤組に警察の取り締まりが及ばないように配慮したものだったんだよね。なるほど、紫川事件は工藤組の指示ではなく、草野孝明自身が責任を全て背負ったんだな。しかし、この工藤組からの脱退など一連の策略は、草野孝明若頭の独断によるものだったので、工藤源氏組長としては、何も聞かされておらずに草野孝明若頭の出所を待っていたので、この行為は勝手に組を抜けた裏切り行為だと決めつけ、草野孝明若頭を破門にしてしまったんだよね。草野孝明若頭が気を使って策略を立てたのに、勘違いされるとは、草野孝明としては工藤組を思っての策略だったが、刑務所の中で自身が破門になったことを聞かされると、二人の関係に圧力ができていったと言われ、そんな最中に工藤組は工藤会に改名すると、反山口組の親睦団体である関西20日会の結成に参加していたんだよね。そうか、せっかく二人で力を合わせて四畳半の事務所から大きくしてきたのにな。その後、草野孝明が長期服役を経て出所を果たすと、無断で脱退して圧力のあった工藤組からの出迎えはなく、二人の関係性を見て、対立していたはずの山口組の田岡和夫組長が出迎え方面祝いを催してくれて、山口組の加入を持ちかけられたが、自身の組の立ち上げを考えていたので加入はしなかったが、三代目山口組との距離は縮まり、近しい関係になっていったんだよね。工藤会に改名してから反山口組なのに、草野孝明と山口組が近い関係だと、さらに圧力は深まりそうだな。草野孝明は昔から、カリスマ性もあって小倉で人気の極道だったので、草野が出所してくると小倉は変わる、とも言われており、いざ出所してからも精力的に動き、北九州で工藤会をあまりよく思っていない極道組織を次々と吸収して、小倉に自らの草野一家を立ち上げると、独立組織として再出発したんだよね。こうなってくると、工藤源氏としても目障りな存在になってくるよな。北九州市にある暴力団42団体が、それぞれ工藤会と草野一家を代表に、新山口組派と反山口組派に、分かれて抗争に入り、両派の争いは次第にエスカレートしてくると、草野一家の玉成会、と、工藤会の中核団体であった田中組、との衝突を皮切りに、いわゆる北九州戦争が勃発することになったんだよね。これは、大きな抗争に発展しそうな予感がするぜ。この抗争に先手を打ったのが、工藤会の副理事長を務め、中核組織の田中組を率いていた、田中慎太郎が、草
佐野一家の幹部であった溝下秀夫を襲撃。これにより溝下秀夫は重傷を負わされ、これに対して草野高明組長は、三代目山口組の若中であった伊豆組の伊豆健二組長と兄弟坂月を交わし、協力体制を敷いて徹底抗戦に構えたんだよね。やはり、どっちも武闘派な組織なので、徹底的にやり合うつもりだな。溝下秀夫襲撃の開始として、田中慎太郎の愛人が住む小倉にあるマンションに草野一家の組員が待ち伏せ、帰ってきたところを襲撃すると、これにより田中慎太郎が命を落としてしまう事件となり、工藤会の重要幹部の命を奪われたことによって抗争はさらに激化。双方の組事務所や組員が襲撃される事件が相次ぐことになるんだよね。これは大事になってきそうな雰囲気だな。この抗争は類を見ない泥沼の争いとなり、田中慎太郎の報復として草野一家傘下の事務所や、草野高明の親族が営む旅館などにも銃撃を仕掛け、夜の繁華街では工藤会理事長と草野一家の若頭が出くわし、若い衆を含めて銃撃戦に発展すると、両組織の理事長と若頭が命を落とすという、構想としては、最悪の展開になっていったんだよね。このままだと、犠牲者がどんどんと増えていきそうだな。そうだね、二人の犠牲者を出しても収まりそうもなく、工藤会には反山口組の関西20日会が、草野一家には坂月を交わした三代目山口組の伊豆組が支援し、新山口組対反山口組という、九州代理戦争の様相を呈しており、構想範囲も北九州だけにとどまらず、近隣の筑豊地区にまでも及んだと言われているんだよね。ここまで大きな構想に発展してしまうと、収拾がつかなくなってしまうんだぜ。ここまで大きくなった構想を反問して止めに入ったのは、工藤源氏と草野高明の双方と親交のあった。稲川会の稲川正常会長が仲裁に入り、手打ちが行われ抗争は終結したんだけど、この手打ちの際に、稲川正常会長は、草野高明が工藤組を脱退した理由を話し、工藤会に対しては草野高明の破門を解き、ゆくゆくは工藤会の跡目を草野高明に譲るという条件を出したんだよね。そうか、ここで抗争も終結して仲直りしたのかな。そうだね、工藤源氏としては長年の誤解が解け、草野高明としても抗争を繰り広げていた最中も、工藤源氏のことを親父と呼び、親父には決して弓を引かない、と周囲にも話しており、誤解が解けたことが本望だったそうで、これにより工藤会と草野一家は合併して、工藤源氏が総裁に就任、草野高明が総長として工藤連合草野一家が発足されたんだよね。とうとう長年の誤解が解けて合併したはいいけど、今まで争っていた組員たちは納得していたのかな。これには草野高明の右腕だった溝下秀夫が裏で手を回しており、抗争中に工藤会の中心人物だった、田中慎太郎の弟分で、後に工藤会の総裁になる野村悟と義兄弟の坂月を結ばせ、兄貴分である田中慎太郎の命を奪った溝下秀夫に手を出させない構図を作り上げていたんだよね。なるほど、外堀から埋めていくことで内部分裂を防いでいたんだな。その後、時は流れ工藤連合草野一家が代替わりを果たし、工藤源氏は名誉総裁、草野高明は総裁に上がり、溝下秀夫が若頭から総長に就任、しかし代替わりをした4ヶ月後に草野高明が病気のために逝去。その5年後には工藤源氏も後を追うように亡くなると、工藤連合草野一家から現在の工藤会に改称したんだよね。それにしても工藤派と草野派が一緒になり、問題なく組織は繁栄していったんだな。創設者であった工藤源氏と草野高明の影響力は大きく、二人を慕っていた若衆や極道も多かったと言われ、逝去した二人の墓には花が絶えなかったそうで、そんな二人がいなくなったことで状況は変わりつつあり、やはり工藤派の中心人物だった田中慎太郎をやられた遺恨は色濃く残り、その後工藤派と草野派で再び争うことになるんだけど、それはまた違う動画で解説するねー。偉大な二人の親分がいてくれたから問題はなかったが、やはり、再び争うようになってしまうんだな。というわけで今回は、工藤源氏と草野高明の関係性について解説をしたよう。今後もアンダーグラウンドで起こる事件や抗争、アウトローな人物も取り上げていきますねー。次回もよろしくお願いします。この動画の感想や、次回のリクエストなど、お気軽にコメントからどうぞ、それとチャンネル登録が、まだの人はよろしくだぜ。